はい、ラブリー山田でーす。せーの、いいね。アイラブイエイエイ。こんにちは。そうですね、何でしょうか。今日は、昨日動画のアップさせていただいたんですけど、これ日々毎日やってこうっつうの忘れてました。これ今日何日、今日は12、身につくか否かは自分次第、できないのは本気でやろうとしてない、決心しないから、一度決めたら諦めずに続ける、それが成功への道って書いてありますね。確かにそうですね、確かにそうです。諦めたらもう終わりだよっつって、諦めたらおしまいです。うん、なんだっつったかな、自分がなんていうのかな、話し方の学校で習ったんですけど、嫌なことはしなくていい、不安なことは、心配だなとか不安に思ってることはチャレンジした方がいいよって話を聞いたんですよね。なんかそこでなんかラブリー、お笑い芸人向いてんじゃないのかなみたいな話になったんですけど、まあ勝手に好きなお笑いなツッコミとかのフレーズは学んでるんですよね、勝手に。で使ったりとか、なんかそういう好きだからそういうフレーズは学んでるんですけど、やっぱもう若い時に思ったんだけどね、お笑い芸人いいかなって。だけど周りにめちゃくちゃ面白い人たちがいっぱいいるでしょ、だから自分ちょっと芸人無理なんじゃないのかなっていう、そういう、マインド、そういう心で蓋をしてしまった自分にはできないよって。そうなんですけど、なんかみんなやった方がいいよ、やった方がいいよって言ってくれる人がいる、背中を押してくれる人がいるから、なんかこう日々もうちょっと面白いワードとか面白いフレーズ学んで使っていって、 YouTube の方とかでも、そういう面白いこと、なんか面白いことなんかそういうの発信できたらいいなみたいな、そんな感じじゃないですか。自分でできないってやっぱ思っちゃうんですけど、自分でやろうと決めたらちょっとやってみる。講演家もそうなんですよね。講演家はね、やっぱ続いてるんですよね。講演家ってなんでいいかっていうと、日々続けてけ、やっていこうって思うかっていうと、やっぱ自分が成長できるんですよね。でも、鴨さんの YouTube 見たりとか、読書できたりとか、日々、講演会で話すようなこと考えたりできる、なんかそういう好きなんだろうね。結構辛いよ、講演家で食べてくってきっと。だけどなんか好きなんだよね、そういうのは続けてけれる、食べれるかどうか分かんないけど食べれるよって信じて、今後ね、そういうお仕事で、うん、嫌いなことはしない、でも自分でやりたいなってことは日々積み重ねていく、そういうのが大事だなって思いました。身につくか否かは自分次第、自分で決めてるからね、全部ね、はっきり言ってね、自分で決めてこう。あ、そうだ、話し方の学校で、あれ、お笑いコンビ組んだんですよね。話し方の学校に通わせていただいてるんですけど、そこでマジカルっていう人と、私ラブリーなので、マジカルラブリーっていうお笑いコンビ作ることになりました。舐めてるっしょ、超イケてるでしょ。売れたらどうすんだよね。あ、売れるか。売れた場合、マジカルラブリーと丸々同じ名前っていうね、超面白いやつなんですけど、ウケるよね。終わりまーす。イエーイ、せーの、いいね、 I love me、 イエーイ。